軍隊って引いていくときがやられやすいですよね。昔あの山口組の、あの司忍組長のインタビューか何かを見たら、刺した後に大慌てで逃げるとその時にやられると、だから刺してその後こう堂々と歩いて逃げなければいけない。戦争と同じだなと。引く時がやっぱり一番脆弱になるわけですよね。で今回どうもロシア軍は撤退は非常にうまくやったように見えるんですよね、今出てきてるものを見る限り。例えば1万人で侵攻したとしても最後に残るのは数百人になりますから、その数百人だけが狙われると少しずつやられていく。今回そのキーウ攻略に失敗した後でも、私はその榴弾砲の射程圏内には残ると思ってたんです、どっかの部隊が。多分ギリギリまでそういう素振りを見せなかったんでしょうから、その実施にあたっての思い切りの良さっていうのはなかなかこう、これもまた歴史に残るような撤退戦だと思いますね。